ネミドカードネミドは2010年7月1日に開始されたデンマークの国民番号を持つ15歳以上の国民が使用するインターネットの ID 制度。行政のみでなく一部民間サービス、銀行のサービスでも使用できる。デニドによって運営される。使用者は CPR 番号、パスワード、ネミドに記されている数字を入力する。ネームとはデンマーク語で。 簡単なを意味する。デンマーク電子政府戦略2007-2010には、より良いデジタルサービス、より安全で、効率的なデジタルコミュニケーションの実現、2012年までに、すべての国民、企業と行政間で取り交わす書類をデジタル化するという目標が掲げられていた。その目標達成を目指し、国民、企業、団体による ICT 利用推進を支える。 セキュリティ基盤としてデンマーク政府はネミドの格策を行った。1968年に導入された CPR 番号によって税、福祉、医療といった行政組織を横断する事務管理部門の連携が可能となっており、デンマーク市民にとって効率性と利便性に優れたデジタルサービスを実現可能であった。また、 デジタル化の負の側面でもある改ざん、なりすましによる被害や個人情報の漏えいなどを払拭をするためのセキュリティ基盤は必須であり、電子署名が重要な役割を担う。デンマークでは2003年に公開鍵基盤を利用し、個人認証と電子署名の両方を兼ね備えた第一世代の電子署名が導入されている。レニドは2009年4月では、 約130万件、2010年9月では180万件を超す利用実績がある。デンマークの人口は約550万人であり、この利用実績は順調に伸びた結果だと言えるであろう。しかしながら、デニドには以下のような問題点があった。蒸気のデニドの問題点を解消するために、2007年から開発が着手されたのがネミドである。 ネームとはデンマーク語で簡単なを意味しており、デニドよりもデンマーク国民にとってより簡単でより身近な存在になるという願いを込めて名付けられている。デニドと比較した場合のネミドの大きな相違点は以下の通り。このため本人確認は ID とパスワードに加えてキーカードを採用している。このキーカードは IC カードではなく 数列が印字されているカードである。IC カードを避けた理由としてデンマーク科学技術開発省は次の3つの理由を挙げている。こういった理由で IC カードを利用した実証実験ではカードの普及も至らず IC カード導入を断念している。ネミドのキーカードには四桁プラス五桁の数列が三十二個記載されている。一度利用した番号は システム側で記録されており、複数回利用されることはない。残りの数列が20個以下になった場合は、新しいカードが利用者のもとへ送付されてくる。なお、新しいキーカードを発行するタイミングは、標準では残り20個だが、残り40個など、任意の数へ変更することもできる。また一度に発行される枚数を3枚などに増やすこともできる。 2015年には、ネミドを利用した認証は30億回を超たこの利用回数の実績から、デンマークの市民や企業にとって、ネミドは、日常生活に、不可欠な一部となっていることが伺える。また、2015年時点では、デンマーク人口の81%がネミドを利用しており、利用者の85%が、満足、または、とても満足している。 アンケート結果も出ている。ありがとうございます。